ゾウは陸上で生活する動物の中で一番大きな動物で、アジアの国々で生息するアジアゾウとアフリカ大陸に生息するアフリカゾウに分類されます。アフリカゾウには草原で暮らしている大型のサバンナゾウと山の中で暮らしている小型の丸耳ゾウの2種類がいますので、ぜひ覚えておいてください。本園のアイドル藤子はアジアゾウで、スリランカという国の出身です。14歳で来園し、平成31年4月10日で51歳の誕生日を迎えました。年齢の割に非常に体つきが良く、全身のバランスも整っていて非常に綺麗なゾウさんです。またこのゾウ舎は平成29年4月にリニューアルオープンしました。高齢期に入ってきた藤子が少しでも快適に長生きできるよう、いろいろな工夫がされています。来園者の皆様には藤子をより間近で観察できるよう、ビューイングシェルターという施設を作りました。ガラス越しではありますが、藤子が餌を食べたり水や泥を浴びる姿をすぐ近くでご覧いただけます。ぜひ何度でも足をお運びいただき、藤子のいろいろな一面を探してみてください。